松山市大手町の愛媛 CATB 大手町オープンスタジオで松山南高校戸部文庫デザインワーク展が開かれています。この展示は松山南高校戸部文庫で取り組んだ地域人材を活用した土曜教育推進事業の成果を中心に発表するものです。この事業は月に一度外部の講師を招き実践的な制作技術などを学ぶもので、平成26年度に新たに始まったものです。課題解決のためのデザインでは、町内の危険箇所を分かりやすくまとめた地図や、鳥獣戯画のような戸部の紹介作品、旬のものしか扱わない無人販売の PR など、パネルを交え紹介しています。その他、認知症啓発紙芝居やアニメーション、宇和島水産高校の缶詰やパッケージのデザインなども展示しています。この戸部文庫デザインワーク展は3月25日水曜日まで松山市大手町の愛媛 CATB 大手町オープンスタジオで開かれています。